に倒れています。前田、バッター読みが外れたか。さあ決め球を使ってくるのか。ああ、これは痛そうです。変化球を中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。ここで1球外してきました。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは、この打席もバットは不発。2打席連続三振。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。二遊間抜けるか。おっと飛びついた。一塁送ってアウト。3回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。問答無用のフルスイング、ここ一番の強さもあるぞ日高武史。日高は右投手に対しては対左投手の2倍以上の高打率を残しています。ピッチャーは甘い球は禁物です。さあバッターボックスには日高。これで平行カウント。打球はファーストへ。先頭ランナーが塁に出ました。一瞬の隙をついて敵を撹乱。フィールドを所狭しと駆け巡る特攻隊長平野圭一。粘りの打撃が身上の村松、ダウンスイングからレベルスイングに変えたことで打率が飛躍的にアップしています。さあ同点のランナーが出ました。バッター読みが外れたか。早くも追い詰めました。あっとインコース大きく外れました。この段階で決めてくるか。際どいところわずかに外れています。注目の一球。フルカウント。両者待ったなしです。ピッチャー返し。二塁は間一髪セーフ。この場面で強気のピッチングができるか。絶好のチャンスだがどうか。ああこれは痛そうです。あっと選手が倒れています。大丈夫でしょうか。あっとこれはやはり退場のようです。攻守にわたる堅実なプレーで勝利を呼び込め、野球を知り尽くしたいぶし銀大島浩一。
バッターボックスの大島、バットにボールを乗せるうまさは一級品です。ここはピッチャー返し、ブルーウェーブ追撃しています。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。ブロック変化球が甘く入ってしまいました。なんとか塁に出て足を使っていきたい。速球でどんどん来ます。一気に勝負してくるか。打ち上げてしまいました。追いつけませんでした。ファールボール。外外と来ています。さあ次の一球は。この打席もバットは不発。2打席連続三振。3回の裏、大島この人の一打でこの回1点差にまで詰め寄っています。内角の速球にはめっぽう強い浅井、大きな構えで投手を威圧しています。まだ疲れは見えません。勇気、これで平行カウント。外角をよく見ています。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。これはスイングアウト。ピッチャーうまく外してきた。左中間への打球だがどうか。簡単にツーラン。アマ時代から長打力には定評があった石原、打撃でも貢献したいところです。この球には手を出しません。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。ここで1球外してきました。打ち上げてしまいました。掴んでスリーアウト。4回の表、勇気、相手打線を3人で抑えています。先ほどの打席は三振に倒れています。ブラウン、コースを狙いすぎているんでしょうか。際どいところに入りました。外外と来ています。さあ次の1球は。外角をよく見ています。あっさり歩かせたくはないでしょう。やはり変化球を使ってきました。さあこの1球引っ張った、ライト落下点に入りました。バッターボックスはオーディス。
多少泳いでもスタンドへ運ぶだけのパワーは十分にあります。この球には手を出しません。ランナーはありません。打ち上げてしまいました。簡単にツーラン。じっくり引きつけてタイミングを測るのが塩谷の信条。選球眼の良さも武器です。この球には手を出しません。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。早くも追い詰めました。一気に勝負してくるか。よく取った。これは好プレイ。4回の裏ブロック相手打線を3人で抑えています。森笠今日はヒットはありませんが打点がついています。これは平凡な当たり。一塁は余裕を持ってアウト。やや疲れが見え始めています。勇気センターへ。ランナーは一塁。打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。さあバッターボックスには新井。コースを狙いすぎているんでしょうか。ここは一球待ってみるか。この球には手を出しません。一塁ランナースタート。二塁へ。タッチアウト。5回の表の攻撃が終了しまして、この回のカーブランナーを出しましたが無得点に終わっています。ミートのうまさには定評があります。龍太郎うまく転がしていきたい。打球はセカンドへ。一塁はまずは先頭バッターを打ち取りました。ランナーはありません。コースを狙いすぎているんでしょうか。打ち上げてしまいました。簡単にツーラン。バッターボックスは平野。小兵ながら鋭いスイングは脅威です。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。2球でバッターを追い込んだ。早くも追い詰めました。打ち上げてしまいました。掴んで3アウト。5回の裏の攻撃が終了しまして、この回のブルーウェーブ3人で攻撃を終わっています。やや疲れが見え始めています。勇気コースを狙いすぎているんでしょうか。
振り遅れた。自らベースを踏んでアウト。球種やコースは関係なし、どんな球でもまんべんなく打てるのが前田の持ち味です。この球には手を出しません。今日はここまで2打席連続で三振に倒れています。速球でどんどん来ます。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。ここで1球外してきました。ストレートを中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。ここはかなりの疲れを見せています。勇気、際どいところに入りました。これで平行カウント。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。これは平凡な当たり、余裕を持ってアウト。6回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。やや疲れが見え始めています。ブロック、コースを狙いすぎているんでしょうか。